こんにちは、はるにゃんです。今回は土とねさんとコラボして3品の離乳食を作ってみました。早速始めていきましょう。まずはバナナとほうれん草の蒸しパンです。まずは熟したバナナをフォークでよく潰します。別のボウルで米粉、薄力粉、ベーキングパウダー、油、オリゴ糖などを入れておきます。オリゴ糖はバナナ自体の甘さも出るので入れなくても OK です。すべて入れたらバナナを加えて土と根のほうれん草キューブを加えてよく混ぜます。土と根のほうれん草キューブは臭みもえぐみもなくて素材そのものが生きていて甘みもあってキューブだけでもすごく美味しいです。水を生地がもったりするまで少しずつ加えて全体をよく混ぜ合わせます。生地がもったりしたらフライパンに水を 1.5 センチくらい張って火をつけておきます。生地をカップに流し入れます。沸騰したらカップを入れ蓋をして強火で約10分蒸していきます。これで蒸しパンの完成です。美味しそう。お次はリゾットを作ります。まずはシラスを塩抜きします。そしてあらかじめ冷蔵解凍しておいた5倍がゆをレンチンして温めておきます。茹でたかぼちゃを刻みます。そして塩抜きしたシラスも刻みます。温めた5倍がゆに人参キューブを入れていきます。そしてシラスも入れてだし汁を加えながらお好みのゆるさにしていきます。ある程度混ざったらかぼちゃを入れ潰さないようにささっと混ぜ合わせます。
お皿に盛り付けて、手作りのカッテージチーズを上に適量散らしていきます。これでリゾットの完成です。次にあんかけうどんを作ります。まずは茹でておいたうどんを細かく刻んでおきます。これはパルシステムのうどんかな。ひじきも刻んでいきます。フライパンで熱して鶏ひき肉を炒めていきます。これ忘れてたんですけど、少量の水を入れるととっても炒めやすいです。水入れるの忘れました。鶏肉の色が変わったらだし汁を入れていきます。そのまま弱火で5分煮ます。煮立ったら、ひじきを入れて、冷凍キューブのトマトとキャベツを入れていきます。キューブが溶けたら片栗粉でとろみをつけます。あんかけの完成です。あとはうどんにかけるだけ。いかがだったでしょうか。土と根の冷凍野菜キューブ、使いやすくて便利でとっても美味しいです。気になる方はぜひチェックしてみてね。またね。バイニャン。